皆様こんにちは。今回は Android の明るさの自動調節をオフにしてバッテリーの持続時間を向上させる方法をご紹介させていただきます。環境光センサーを搭載した Android では周囲の光を検知して最適なディスプレイの明るさに自動調節してくれる機能、明るさの自動調節を利用することができます。しかしこの機能をオンにしていると頻繁にディスプレイの明るさが調整されるためバッテリーの減りが早くなりがちです。特に頻繁に Android の画面を見る場合や身近に充電環境がない場合などは明るさの自動調節をオフにしておいた方が賢明と言えるでしょう。 Android の明るさの自動調節の設定項目は Android の設定を開き端末セクションにあるディスプレイをタッチします。明るさの自動調節のオン・オフで設定を切り替えることができるのでオフにします。明るさの自動調節をオフにするとディスプレイの明るさは手動でないと調整できなくなるので、その上の明るさレベルをタッチして表示されるバーを動かし最適な明るさに設定します。もちろん暗めに設定した方がバッテリーの消費量は少なくなりますが、そもそも見えにくくなってしまっては意味がないので、ちょうど良い明るさに設定してください。明るさの自動調節は特に野外と屋外を頻繁に行き来する場合に、その場面に応じた最適なディスプレイの明るさとなるので便利なのですが、そこまで必要がない場合はオンにしていると逆にバッテリー消費を早めてしまうので、普段の環境に応じて設定するようにしてください。以上、Android の明るさの自動調節をオフにしてバッテリーの持続時間を向上させる方法のご紹介でした。